こんにちはったらこんにちは、いずまです。今週は割と新製品の LED タッチランタンを買ってみたので紹介します。まあこのチャンネルなのでただの紹介じゃなくて分解もするんですけどね。お値段550円とちょっと高め。シンプルで柔らかな外観が素敵です。タッチスイッチというのもいいですね。どことなくサイバーな香りがします。では早速見ていきましょう。開封してみます。中は説明書はおろかビニール袋にすら入っていません。コストダウンの割り切りがすごいです。裏側が電池ボックスで単三電池3本を使用するようです。とにかく軽いんですが、外装に変な継ぎ目とかも見当たらないし、よくできてるんですよ。てっぺんがタップスイッチですね。今回は分解前に火を入れてみます。いつもの Amazon 充電池を使います。では部屋を暗くしてタップすると色合いが変わります。電球色とか蛍光灯色とか好きな色合いを選べますね。長押しすると明るさが調整できます。どの色合いでも調整は可能です。では分解です。何はともあれ分解しないと始まらないですからね。カバーをひねるとパカッと開きました。白い基板に2個セットで LED が12個載ってます。謎の IC はマーキングすらありませんが、多分マイコンでしょう。3ピンの部品は NPN トランジスタと 3.3V の LDO でした。この辺とかハンダ付けちょっとひどいです。せっかく開けたので、あの色合いの変化をどうやってるのか見てみましょう。パターン1では片方だけ光ってます。次は反対ですね。最後が両方と。2種類の LED の組み合わせで色合いの変化を作ってたんですね。なるほど、うまいやり方です。という感じで、比較的新製品 LED タッチランタンの紹介でした。見た目も光り方も柔らかい感じで、どんなお部屋に置いても違和感なさそうです。ニトリとか IKEA とかに置いてあっても不思議はなさそうな製品だと思いました。お部屋に1台いかがですか。あと基板も2種類の LED をそれぞれのトランジスタで駆動しているので改造もやれそうです。何やろうかな。てな感じで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。次回はまだ未定です。とりあえずこれを外部電源化するかも。というわけでまた次回よろしくお願いします。